こんにちは。今日は2021年2月の20日、土曜日です。今日は一軸の剪定をやろうと思います。いつも2月の、初旬から中旬に剪定をしています。使うのはこういうハサミを使います。これで今から切っていこうと思います。実際こういう長いところはここから切るんじゃなくて、できればこのぐらいに切ります。ちょっと思い切ってこういうところも、このぐらいから切ればいいかな。切っていきます。ここもちょっと、そうですね、思い切ってここも切ってもいいかもしれないですね。こういうふうに切っていきます。ここもちょっと長いですので、ここもちょっと、そうですね、このぐらい切っていこうかな。ここもそうですね、このぐらいから切っていきますか。ここももうちょっとこのぐらいに切っていく。そうですね、ここもこう伸びすぎることもないように、できるだけこういうとこも切っていきます。そうですね、ここも切っていく。もうちょっと下の方に並べて、ここら辺から切りますか。今切ってるのはホワイトプロフィックっていうイギリスの白いキジクです。このぐらいでいいかな。こちらはこのぐらいから切っときます。そうですね、こんな感じですかね。で、縫った後ですね、切った後っていうのはこういうような、トップジンという消毒みたいな感じで切り口に塗っていきます。こういう橙色の液をこうやってこういう切り口に塗って、こうバイ菌とかが入らないようにします。こういうふうに塗っていきます。もう2月の初めから2月の中旬ぐらいにこうやって枝を切っておきます。こういうふうに塗って、こういうところにも塗っています。3月になったら、中旬ぐらいにまた今度植え替えを2年に1回やります。こうして、やっていきます。で、切り取った枝ですけれども、こういうふうに切り取った枝がありますが、こういう枝はですね、捨てずに取っておくといいです。挿し木をするとですね、結構よく伸びます。できればですね、こういうこことここの間隔が狭い、こうすごい長いよりはちょっとこう狭いやつの方の苗が、枝がいい枝です。で、この枝をですね、こういうコップなんかに水入れてこうやって挿しておきますと、1日に1回こう水を変えてこう挿しておきますと、ここに根っこがこう出てきます。で、ここら辺からこう葉っぱが出てきますと、それを植木鉢に植えるといいです。植木鉢はですね、スリット鉢で植えるといいと思います。すでにですね、去年、植えた苗木がここにあります。これなんか、これはですね、イスラエルっていう苗です。これちょっとここもらった枝を挿し木しましたら、ここがどんどん伸びて、こういうふうになります。これ植え替えをいつかしたいと思いますが、これはちょっともらったんですね。あと、先ほど枝を切ったホワイトプロフィックですけれども、これはここ
からですね、刺したのをこういうスリット鉢に植えて、もうこんなに1年で伸びます。でこれをですね、あの枝からですね、こうやって苗木ができますので、この苗木を友達なんかにプレゼントすると喜ばれます。で植え替えするときにはここから30センチのところから切って、この枝もまた苗木として使えますので結構いいと思います。でこういうふうにしてイチジクっていうのは1年に1回、こうやって剪定やって2年に1回植え替えをします。植え替えはですね、やっぱり根がこういう小さい鉢だと張りますので、そうすると実もちょっと少なくなりますので、できるだけ2年に1回ぐらいはこう植え替えしたらいいと思います。こちら今ホワイトポロフィックをやりましたが、こちらの方の今からビオレソリウスは今からちょっと剪定やっていきたいと思います。今年もたくさんイチジクが食べられたらいいなと思います。以上です。